<music> はいモこビトレスです、えー、今日はですねマニアックなホイール3点をご紹介したいと思いますそれでは始めましょう <music> はい、えーとですね、前回の、えー、ホイール、本、えー、次回に買うホイールっていうね、動画を出したんですが、その時に色々あの、こんなホイールあるよとかコメントにいただいて、で、それで調べてたら、あ、どんどん興味出てくるホイールがありまして、えー、まあ、マニアックなホイールと言いますが、 けども、まあ、僕がねあのホイールのこと疎いっていうだけでまあねあのご覧になってるくださってるあのホイールマニアな、えー、方たちからすればあこれはまあ普通だよみたいな、うん、かもしれないんですが、まあ、僕は知らなかったんで、えー、ぜひね紹介してみたいなと思って、えー、今回動画を回させてもらってますそれでは1点目いきましょう、えー、まず1点目イメージのプロジェクト 167TLR40mm でございますねこれもコメントで、えー いいたただんですが調え、まず僕が今、え、広報の一つとして、カーボンクリンチャー。え、まあ僕がリムブレーキなので、え、これも、え、リムブレーキがございます。え、そして40ミリというところで、え、僕の好みですね。一番いいとこどり、え、りも、平坦も、え、そつなくこなせるっていうところで、え、まずチェックさせていただきました。そしてですね、え、なんとですね、見た目、まず見た目から行きましょう。僕はもうなんと言っても見た目なんで、プロジェクト167という名前だけあ ホイールにね167というねいろんなカラーバリエーションがあるんでございますよ、えー、緑もありますよ僕の大好きなであ、えーまあ、青なのかな紫なのかな、えー、ちょっとこの感触もありまして、えー、黄色もあって黒もありますね はい。で、水色もね、えー、あります。もうかなり緑に近い。僕の好きなタイプの緑で、あ青ですね。えー、いろんなね、カラーバリエーションがあります。でね、ちょっとね、この黒いリムの中に、こういう差しの入った色。えー、もうこれ、オシャンティックですよね。オシャンティッカーですよ。はい ええー、まあもうねもういいですよねこれね <laughs> はいで,でですね、えー、今のね、えー、流行りのね太いね 25c28c のタイヤもタイ,タイヤも対応しています、えー、今のねあの。 トレンドもちゃんとガッチリキャッチしてますよ。そして、えっと、スポークの数がね、えー、フロント20本、リアが24本。まあ、えー、妥当なところではないでしょうか。そしてね、えー、ホイールのね、えー、フロントが 680g。フロントは意外に軽いんですけども、リアの方が、えー、870g、えー。計ですね、えー、1550g ですね。そんなにね、めちゃめちゃ軽いってわけじゃないんですが、まあ、言っても40ハイトですからね。40ハイトで、えー、この重さは、まあ、 言えば妥当で、すよねでさらにコストなんですよ、そこはね、13万6400円、税込みですよ。はい えー、今ね、カーボンホイールがね、こうやっておしゃれで、えー、そして光合成で、えー、この値段で、ね、買えるってところは、えー、かなりコスパにすく、優れた、えー、ホイールなんではないでしょうか。で、えー、なんでこのホイールが高性能で、えー、じゃあなんでこんなに安いのってところなんですが、まあね、あのー、まあ、ここのメーカーさん曰く、やっぱりあのー、まあ、サプリメントもそうなんですよ。結局、広告、広告費ですよね、もうぶっ 広告費でどれだけけコストをかけたっていうところなんですよえ、そこで、あの、お金がかけると、その商品の値段もどんどん上がってきちゃうんですよね。まあ、言い方変えれば、ネームバリューみたいなところですかね。有名にさせる、えー、広告を広げる、えー、製品の値段も上がる。えー、そこに対して、このイメージというメーカーは、えー、そこをぐっと抑えているやり方で、まあ、コストを、えー、ね、下げたっていうところもあります し、あとね、ちょっと本当ね、あのごめんなさいね、あのユーチューバーとして適当で、えー、おそらくこれ日本で、えー、製造しています。えー、そして、じゃあ日本で製造するなら高くつくじゃないってとこなんですけれども、今の広告費プラス海外から部品を、えー、安く、えー、取り寄せて。 そして、組み立てるというね、あのー、まあ、試行錯誤を、えー、して、高性能なものを安く提供してるっていう形で、コイールを作っているそうです。で、他にもね、グラベルのね、あのー、フレームとかを作ったり、えー、タイヤシーラントとかね、えー、いろいろね、このイズミっていうメーカーは、アグレッシブに自転車のね、あの、パーツを出しているところなので、まあ、僕の今回ね、あの、ご紹介した、えー、16740ミリハイトのね、以外の、えー、ものも、えー、もしよければチェック してみてみくださいはいそして2点目でございますよハウビーというメーカーの、えー、ウルトラペックス UC3 でいいんですかね、えー、ちょっとウルトラペックスっていうのはちょっと間違ってる風なんですがもうどこを検索してもねウル出てこないんですよ読み方がもう間違った感じでどんどん話進めていきますからねもし間違えたらガッツリコメント欄に入れてくださいちげえよと <laughs> そんな読み方じゃねえよと。ええー、ね、まあ直接ハウビーさんからね、えー、僕にクレームのコメントをくれたっていいですよ。おいおいおい、ちょっと待てと。名前違うのを紹介してくれてんじゃないよっていう感じで、えー、お願いしますね。まあ一応、ウルトラペックスっていう形でちょっとご説明していきますね。えー、まずですね、今回僕がね、あのー、コメントで寄せてくれて、えー、これをチェックして、さらに自分がバチコンときた、えー、このウルトラペックス UC3。えー、一応この、ハウビーさんの、の方 中ではえー、一応、一番上位に、えー、当たる位置なんですが、まあ、先に値段いってしまうと、20万切ってるんですよ。はい、えー、19万6千円。フラグシップでこれっていう感じで、かなりまたコスパに優れています。で、コスパに優れてるって言いますと、えー、まずですね、ま、あ重量がね、1430g、えー、そして、僕の大好きなクリンチャーでございます。 そしてですね、僕がいつもね、言ってるリムハイトが、えー、いいところ、かん、いいところの3 0ミリでございますね。すね、すね、すね。もう全然喋れない。はい。えー、っとですね、えー、そんな感じで、えー、で、えー、っと、フルカーボンリムで、えー、アルミ製のハブを、えー、なんとですね、フルカーボンスポークで繋いでるんですよ。 そうしたらどうですかこの値段、随分どんどん、あのー、いい感じになってきていませんこれでこの値段なんですから、えー、もちろんカーボンスポークっていうことで、光合成で振動吸収にも優れている。えー、ここら辺はね、かなり、えー、いいんではないでしょうか。で、えっと、ブレーキ面は、あのー、寒波とかではないですが、えー、 溝加工が施さ、施されているので、まあ、一応そのブレーキ面のもね、安心できるような溝加工。まあ、同じことを2回言ってるだけですが <laughs>、と、ここもね、ブレーキ面、えー、いいところではないでしょうか。で、会社が台湾メーカーなん、あ、台湾なんですね。えー、だから台湾といえば、あの、もう自転車大国なので、自転車、まあフレームもそうですけども、まあ人件費、えー、いろいろ考えても、コストを下げれる。コストを下げれて、えー、さらに、えー、高性能なものを作れる。 まあね、あの、わかりますよね。あの、メリダとか、えー、ジャイアントとかもそうですし、高精度なものを、えー、お安く提供してるって。まあ、このホイールブランドハウビーも、えー、ホ,イホイールと,として、ホイールと,と,し,ールとして、えー、そんな感じで提供しているので、この性能、えー、この値段で提供できているんだと思います。 はい、そしてですね、最後ですよ。これがね、もう本当に買っちゃうんじゃないかなっていうところまで来てるものなんですけども、えー、ウィンスペースのハイパーという、えー、ホイールですね。えー、これはね、もうかなり興味のある、えー、ホイールですね。で、このハイパーシリーズと言っていいんでしょうか。えー、その中でね、リムハイトが38、50、65mm まで用意されていて、えー、僕の狙っているのはもちろん 38mm でございますよ。えー、その バージョンででですすすととななんですねなんねよ激軽まずは軽い。ここがね、もう、軽さが正義というのもね、えー、ちょっと破ったいんですけども、ま、まあ、とにかく軽いと。そしてですね、このリム見てください。リムにね、なんかね、こうね、変なデザインがした、されてるような感じじゃないですか。これが、なんとカーボンを形成する時のギブスみたいな感じですね。骨折したらギブス巻くじゃないですか。そのギブス、こう巻いて、 カーーボンンンを固める時のその、えー、テーピングの、えー、パターンなんですねでそれがバタフライフライエフェクトというリムの表面のデザインになっていて、えー、その時のにできたこのテーピングの、えー、残りの感じがこういうデザインになっていて。 高強度に仕上げられてるそ,うです、えー、そしてですね、えー、なんといってもね、フルカーボンスポーク。はい、えー。しかもこのエアロブレード形状なんですね。だからもうエアロにはもうかなり特化しているので、えー、またね、この上質なね、乗り心地が垣間見れると、えー、思いますね。はい。そしてですね、なんといってもね、 このね、カーボンスポークがね、あの、カデックスさんと同じ工場で作られてるそうなので、まず、えー、もうカデックスといえばね、もうね、ぐいぐい来てるメーカーなので、えー、信頼性が高いじゃないですか。だからそういった意味でも、値段と、そしてですね、えー、なんとですね、セラミックベアリングなんですよ。もうね、全部乗せですよね。強烈ですよね。 そして最後、こんだけ全部載せでなんとですね、17万3800円なんですよ。 これ、もう、ほぼほぼ買いじゃないですか。で、多分、これ今その値段言いましたけども、えー、外通からね、調べていけば、えー、おそらくもっと安い値段で買えたりするんではないでしょうか。はい。で、いかがだったでしょうか。で、3本ね、あのー、マニアックだったのかなまあ、さっきもね、冒頭で言いましたけど、えー、ホイールが好きな人かすれば、あのー、別なんらね、珍しいホイールじゃなかったかもしれないんですが、ね、あの、大御所、えー、ね、の ホイール以外にもこういうね広告費に金をお金をかけてなくて、えー、本当はいい製品なのに、えー、日の目を浴びないというねまあ、日の目を浴びてる失礼な言い方ですね日の目浴びているのに、えー、僕が勝手に浴びてないなんて言い方したらねちょっとかなり失礼になってね、えー、バットバットっていうねあのー、のがいっぱいつきそうですけど。 えー、そんな感じで、えー、今回ね、ご紹介させていただきました。気になったね、ホイールもあったんではないでしょうか。えー、僕もね、もしかしたらね、この3本からね、ほんと選んじゃうかもしれないですね。特にね、えー、ウィンスペースのハイパー、えー、これはかなり僕、一押しでして、本当に買っちゃうかもしれないですね。はい。えー、そんな感じで、えー、ホイール3本のご紹介でした。 はい、いつも通りですね、えー。ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。そしてサイクルジャージインフィニットよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。